どうも、皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、ブラシの種類と使い方について紹介します。皆さんね、ブラシって毎日使ってる方も結構多いかと思います。なんですけど、このブラシって自分に合ってんのかなとか、なんとなく使ってる方って結構多いと思うんですよね。自分に合ったブラシだったりとか、目的に合わせた使い方をすることによって、髪の毛が綺麗になったりとか、あとは抜け毛が減ったりとか、すごく髪がツヤが出たりとか、いろいろね、効果が出てきたりもするので、自分に合ったブラシをチョイスするようにしてみてください。まずね、ブラッシングの目的なんですけど、毎日ね、ブラッシングすることによって、髪の毛のね、汚れが取れたりだったりとか、あとはね、抜け毛がなくなってきたりとか、ブラッシングをすることによって、油分が全体に髪の毛に行き渡って、ツヤが出たりとか、あとはね、頭皮の部分からブラッシングをすることによって、血行促進だったりとか、様々な効果があります。なので、ご自分のね、髪質に合ったブラシをね、選ぶこと、大切になってきますので、今日はそこをご紹介していきたいと思います。ということで、まずね、ブラシの種類なんですけど、大まかに言って4つあります。まず1つ目、電マンブラシ。この電マンブラシは、イギリスのね、電マン社が作ってるブラシになります。形的にはね、こんな感じで半径っていうんですかね、こう半分のブラシの形になって、で、使える髪質っていう方は、まあ、どんな髪質の方でも OK です。髪の毛が柔らかい方でも OK ですし、硬い髪の毛の方でも OK です。どんなことができるかって言ったら、髪の毛の量が多い方だったらね、こうブラシでこう押さえながらブローしてあげると、ボリュームがダウンしたりとか。あとはね、前髪の立ち上がりだったりとか、トップの立ち上がり、ボリュームが欲しい方に関しては、ブラシをね、こうくるっと半回転させて、ブローすることによって、ボリュームがアップできます。まあ、どちらかといったらね、結構万能なブラシとして使われているブラシになってます。二つ目のブラシは、クッションブラシになります。もうその名の通りなんですけど、こうやってね、押さえたら、ちょっと弾力があるようなブラシ。結構これお持ちの方も多いんじゃないですかね。このね、ブラシに関しては、こういうクッション系になってるので、まあ余分にね、この頭皮だったりとか髪の毛に、まあ力をかけたくないから。髪質で言うとね、ちょっとね、なんか柔らかい方だったりとか、髪が結構絡まりやすい方におすすめのブラシになります。これね、1個持ってると、いろんなね、万能的な使い方ができるので、個人的には結構おすすめのブラシになります。3つ目のブラシはパドルブラシになります。このパドルブラシ、このね、面積結構広めなのが特徴的です。結構ね、根元の方からとかしやすいので、まあロングヘアの方だったりとかは結構最適かなと個人的には思ってます。ブラッシングだけの効果だけじゃなくて、根元の方からね、結構しっかりととかしやすいので、例えばなんですけどね、これで育毛効果が得られたり、抜け毛が気になる方にも結構おすすめなブラシっていう風に言われてます。最後4つ目なのはロールブラシです。これはね、もうその名の通り、こうローリングしてると360度全部毛で囲われてるっていう感じです。これはブローをするっていうことで、基本的にストレートに伸ばしたりとか、あとはね、こういったカールを作ったりとか、そういったことができるブラシになってます。このね、ロールブラシ、おすすめの毛の種類ですね、2種類あって、1つ目は長毛、あとはうたげ、この2種類があります。まず長毛、イノシシの毛ですね、を使われてるやつなんですけど、一本一本のね、ブラシがね、ちょっと弾力性があったりとか、少しね、硬い感じになってます。なので髪質的におすすめなのが、結構硬い髪の毛だったりとか、結構髪の毛の量が多い方におすすめのブラシになってます。長毛のブラシって少しね、ブラッシングをしていくと油分が出てきたりもします。なのでね、髪の毛のツヤだったりとか、まとまりが結構出やすかったりもするので、乾燥毛の方だったりとかには結構おすすめかなと思います。プラスチックのね、素材のブラシに比べたら、静電気が起こりにくかったりもするので、ブラッシング際にもね、ダメージが受けにくいっていうポイントもあります。もう一つのやつが、うたげのブラシになります。長毛に比べると、ブラシが細くなってるので、髪質的には柔らかい方だったりとか、デコッケの方だったりとかにおすすめのブラシになってます。長毛と一緒でブローをしていったりとかね、ブラッシングをしていくと少し油分があったりとかするので、ブローをしたりとかブラッシングをすることによって、艶やかな髪の毛になっていったりもします。なのでね、ロールブラシを選ぶ際は、髪の毛の量が多い方だったり、硬い髪の毛の方は、長毛のブラシ。髪質が柔らかい方に関しては、
ムダ毛のブラシ、こういった感じでね、ロールブラシを選ぶようにしてみてください。ここまででね、ブラシの種類だったりとかね、効果だったりとかについてちょっと紹介させていただきました。おさらいなんですけど、歯の質が硬い方だったりとか量が多い方に関しては円盤ブラシだったりとか、あとは除毛ブラシ、こういったもののブラシを使っていくのがおすすめです。で、髪の毛がね、柔らかい方だったりとか、猫毛の方に関しては、ブダ毛のブラシ。あとは、クッションブラシだったりとか、パドルブラシ。こういったブラシがおすすめになります。ダメージが気になる方も結構多いと思うんですよね。そういった方に関しては、今回ね、ちょっとブラシとしては紹介してないんですけど、木でできた木製のブラシだったりとか、あと竹の素材のブラシ。こういったブラシをね、使うことによって、静電気をちょっと抑えたりとか、摩擦を結構軽減できる効果がありますので、そういったブラシを使うのもおすすめになります。ということで、今日はね、ブラシの種類と効果についてね、紹介させていただきました。ご自分で使っているブラシだったりとかね、ちょっと見比べていただいて、もし気になるブラシがあったら、おすすめのブラシっていうのを概要欄に貼ってたりとかするので、まあそちらをちょっとチェックしてご覧になっていただければなと思います。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるようなね、情報だったりとかヘアスタイルを発信していきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。